ここまでされる、ここまでされるともう今度はこっちへ行きます。袖口、頭の後ろから袖口を見る、こっちに壁を作ってやるんで、ズボンですね、今度はズボンを押しながら自分の腰を振る、で内側にフックをかけながら、この下の足、下の足で上の足を持つ。こうかな、内側で、この状態からこっち側に行きます。もう一回行きます。この状態、動けない状態から袖口を使う、でズボン、お尻の外に出したら手前にフックをかける、かけてしまったら足を解除して下の足を使って上の足を持ち上げる、こういう状態で、そのままこっち側を向けるとパスする、これちょっとやってみましょう。